地域で見つける三角山 SDGs トーク、 SDGs 人名録ではゲストの方をお迎えしてお届けをしておきます。今日のゲストはフェアトレードタウン札幌戦略会議事務局長有坂美希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フェアトレードタウンってラジオ聴きの方どうでしょう、ご存知ですかね。フェアトレードって言葉ご存知ない方もいるかもしれないけど、そうですね、有坂さん、もう一回このフェアトレードとは何ですか。フェアトレード、フェアトレードですよね、はい、フェアって、まあ、公正とか公平なとかっていう意味ですよね、はい、でトレードは、まあ、取引、まあ、貿易とか言ったりしますけど、うん、公平公正な取引によって公平公正な社会を、まあ、実現をする、はい、そういったことを目指す、まあ、取り組み、仕組みだというふうに理解していただければいいかなと。ということはそういう公正公平な取引っていうのは、うん、あまり行われてこなかったということですか。そうですね、まあ、特にそのフェアトレードという、まあ、概念が出てきたのは、はい、開発途上国と、まあ、先進国の間でそのフェアじゃない、はい、公正じゃない取引が、うん、まあ、行われていることに対しての、うん、取り組み、それを改善するための活動だという。例えばどんな不公正な取引になるんですか、うんうん、そういう場合。開発途上国だとやっぱりあの児童労働とか、まあ、奴隷のようなそういった状況で働かされて、うん、しっかり対価というか賃金が支払われなかった。そうですね、はい、その労働環境が非常に悪い、劣悪な、うん、はい、状況で働いている人たちがいて、うん、まあ、そういう人たちの労働環境、なんていうかな、そういう人たちがいるからって言っていいのかな、なんかだから安く物が結局生産できるっていう、価格もね、そうですね、買い叩かれると。そうですね、だから、まあ、植民地の話とかなり深く関わっているとは思うんですけど、そういう歴史的にもずっとそういう時代が長かったと。そうですね、まあ、独立はしてもやっぱりなかなかその経済的な独立っていうのが、まあ、できないような状況っていうのはやっぱり長く続いていて、まあ、今もそういう状況にある地域はたくさんありますよね。児童労働だってなくなってないし、そういう、まあ、搾取されているようなそういった人たちっていうのはたくさんまだまだ世界にはいるので、まあ、そういう状況を変えていこうっていうのがフェアトレードの始まりですよね。これでも本当国際社会としては大事なことですね、これを取り組んでいくっていうのは。そうですね、札幌がフェアトレードタウンになったのが2019年の、はい、6月、はい、です。今年おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんが本当に頑張られて、いや、でも本当に札幌はでも本当は実は歴史もあるんですよね。そうですね、なんかもう1980年代から、そのフェアトレードという言葉が日本に入ってくる前の段階から、その民衆交易っていう、なんかそういうふうに、はい、はい、呼ばれて、あのフィリピンのそのネグロス島っていう島があって、はい、そこですごく、まあ、飢餓、はい、がの状態、飢饉が起きて、うん、でたくさんの人が、まあ、苦しい状況に置かれてるってことで、まあ、そこのネグロス島のバナナを買うっていうことで、はい、その状況を改善しようっていうそういう、まあ、取り組みをされてた方たちっていうのが札幌にいらっしゃって、はい、で自分たちでその直接買ってそれをまあ販売するっていうような、なのですごく全国的に見ても古くからそのフェアトレードっていうものを民間レベルで皆さんそうですねされてるっていう歴史があって、それはなんかそのフェアトレードをやってる人たちにとってはまあすごくなんかまあ有名なというか、札幌はやってるっていうことがなんか言われてたみたいですね、うん、今じゃあ札幌ではそういったお店っていうのは結構多いですか。専門店で言うと今は一応まあ3店舗っていうふうに言われてますけど、まあでもそのそうですね、
フェアトレードの商品だけではなく、まあ、そうですね、はい、っていうのはまあ3店舗ある、まあ、さまざまいろんな雑貨屋さんとかでも一部置いてたりっていう店入れるともっと多い、もっと多いですね。はあ、これはかなり増えてきています。じゃあ我々もこうお買い物で少しこう貢献できるってことがあるわけですね、うん、そうですね。やっぱりその選択するっていうことを選ぶっていうその行為がこう社会を変えていくっていう、誰でもできるそれこそ社会変革というか社会参加の方法ですよね、はい、これも SDGs かなり、そうですね、近しい考え、はい、うちのその、はい、あの戦略会議の会長は、はい、あの北星学園大学の茅野先生っていう、茅野先生、はい、なんですけど、はい、茅野先生が、フェアトレードは SDGs のメッセンジャー、うん、とかいう、なんかそういうふうに、なるほど、だというふうに言っていて、でもフェアトレードを、うん、まあ、その進める、うん、やることによって、うんうん、SDGs のもうほぼ全部のゴールに貢献するっていう、すごいですね、確かにそうか、いうふうに言ってますね。え、だから自分と世界がつながってるような感覚にもなりますよね。有坂さんなんか今日お召し物、あ、そうですね、こ、はい、巻いてらっしゃるものとか、あ、これはタイのやつ、これタイ、はい、でこう着てるこの服はインドのやつで、ジー、パンはバングラ、はい、へえ、すごい、気づけこれインドなんですか。あ、そう、これインドです、ね、なんていうんですかそういう服、名前あるんですか。いや、名前は多分、いや、これ多分インドの服というよりは、日本のデザインなのかな、なんかいろいろあるんですよね。1枚ですね。あ、 1枚です、はい、シサム工房っていうところのやつ。素敵ですね。ですね、ありがとうございます。へえ、素敵、なんかおしゃれで巻いてらっしゃるのもすごい綺麗な刺繍というか、なんていうのか、そうですね、このタイの、綺麗ですね、タイの現地で、はい、買ったもので、もう本当にあの、はあ、私が着てるあれですけど、フェアトレードの商品って、はい、昔はすごくチャリティー的な要素があったわけです。そのなんか、ちょっとかわいそうだから、そうですね、そんなイメージ、なんかその、うん、発祥、あの、 その背景自体がその開発途上国の、うん、支援みたいな、そうですね、うん、っていうところから入ってるので、うん、物のその質が あんまりなんか関係ないっていうか、望まれてないっていうイメージ、それよりはもうとにかく開発途上国の人たちを応援するっていう意味で、うんうんうん、そこでできたものをちょっと高く買うみたいな、そういうことだったんですけど、でももう最近のフェアトレード商品ってすごい質が上がっていて、まあしっかりしてますよね。素晴らしい。いや、でも本当いいですね。質もいい、良さそうな、はい、すごいあったかい、あったかいんですこれね。しっかりしてるし、物が良くないいです。だからそれはなんか本当に他の商品と引けを取らないし、はい、まあなんかフェアトレードその人の、うん、状況を変える、よくするっていう、社会を変えるっていうことだけじゃなくて、環境にも配慮するっていう視点が取り、はい、含まれてるので、うんうん、そのなるべく農薬使わないとか、うんうん、その環境に負荷をかけないみたいな、そういう、ね、あ、そうですね、うんうん、基準が入ってるので、うんうん、環境にも負荷をかけず、うん、人も搾取しないっていう、そういう基準があって、そういうものが、うん、まあ、ちょっとそうではないものっていうか、あんまりそこは考慮されてないものと比べて、うん、質的にも、うん、もしかしたらいいかもしれない、クオリティで選んでる方 も当然いらっしゃるってことですよね。そうですね、そうですね、フェアトレード商品、はい、だと思いますね、うん、なんか有名な、皆さん比較的ご存知なところで言うと、うん、そのパタゴニアさんってアウトドアメーカー、はい、今日入ってこのジーパンはパタゴニアのジーパンなんですけど、いいですね、はい、でパタゴニアさんなんかは本当に、はい、いいものを作られてるし、そうですよね、うん、いやパタゴニアさんいいですよ、はあ、カバンもパタゴニアですけど、素晴らしい、これもパタゴニアなんかパタゴニアの回し物みたいになってますけど、いやでもパタゴニアさんでも本当品質がいいっていうイメージですもん。いや、そうですね、完全に、まあ、なんかそのパタゴニアのスタッフの方と話した時に、はい、最近はなんかかっこいいだけで買われるみたいな、あ、そうなんだ、なんかそれがちょっと問題だみたいなことを言ってて贅沢な悩みが、そう、すごいそれ面白いなと思ったんですけど、やっぱ質
がいいとかかっこいいっていうので買ってくれると、うんうん、でもそれだけじゃちょっとそうじゃないんだみたいな、もう一つ考えてほしい、そうそうそう、もう一個、いやでもそっから入ればいいじゃないですかとか言うんですけど、ね、入りがね、いやでもやっぱその理念というか分かって買ってもらいたいっていう、ね、結構ストイックな感じ、そっか老舗だもんな、いや本当にこのフェアトレードを引っ張ってきた、牽引してきた、そうですね、世界のお店ですからね、うん、って言っていいと思いますね、そうか、いや素敵ですわ、いやありがとうございます、刺繍が素敵ね、いや本当に合ってらっしゃる、やっぱりこの伝統工芸、うん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 、その地域ごとのやっぱりなんか特徴というか、はいはい、培われてきた技術と、うんうんうん、をやっぱりなんか搾取するんじゃなくて、それを今日きちんと評価して正当にそれを買うっていう、うん、でそれその正当な価格で買うっていうことが、うん、その地域のやっぱり伝統を守ることになるし、うん、なるほど、確かになんかあのガテマラに、はい、ガテマラ住んでた、これあの SDGs 人名録を聞いてくださいガテマラにあのいた時に、はい、すごいあのすごい刺繍が素晴らしいんですよ、うんうん、であの話を聞いた、あ、で、で売ってるものはだから中古のものばっかりなんですよね、生地とか服とかは、ほう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 、それなぜかって聞いたら綿花が上がってるからだって言ってて、でなんかもう先住民族の人でも普通のなんていうのかな、いわゆる T シャツとか、はい、のその 西洋の服、洋服洋服を着ている人たちが、まあ、増えてきてるんですけど、それはやっぱり安いから、なるほど、あだし、確かに確かに、そのアメリカとかで古くなったもので売れ残ったものは全部そのなんか支援みたいな、そのなんか理由でガテマラとかに入ってくるんですよ、安く、だそれを着るんですけど、そうなると伝統的なその民族衣装とかがどんどんこう新しく作れなくなっちゃう、着られなくなっていうこともあるし、その綿花の値段が上がってて新しく作るってことができなくなってるとか、そういうなんかことがあって、だからなんかいいと思う、すごい本当に素晴らしい刺繍なので、めちゃくちゃ時間かかってるし、なんかそういうものをきちんと評価せずに、なんか途上国の人が安く買うみたいな、なんかそういうことが伝統すら壊すみたいな。いや、いけないですね、でもそれは。っていうことも含まれちゃってるんですよね。なんか支援の名のもとに T シャツとか送られてるのかもしれないけど、逆に言うと文化を破壊してる可能性があるわけですね。そうなんですよね。これは難しい。だからなんか、うん、本当にいろんな角度からものを見ないと、自分がやってることがいいと思ってるかもしれないけど、実はダメっていうこともまああったりするんですよね。だからやっぱ現状を知るっていうか、そのものがどう流れてどうなっていくのかって、最後までそのルートをしっかり知るってことがちょっとめんどくさいと思ったんだけど大事って、でもよかれと思ってやってたことが逆効果だったら悲しいですよ ね悲しい、悲しいです、とても悲しい、いやでも大事、フェアトレードってもうか全部につながってるのか、そうですね、大切、まあ日本でもそうですよね、だんだん和装とか和服とか、もう着るのも大変だし時間もかかるし、うん、高いし、そういう意味でやっぱりそういう、まあ、いわゆる、まあ、スローファッションみたいなものがだんだんこうね、うん、ね、そうファストファッションにこう、ね、着られなくなっていくっていうところがありますね、そうですね、でもそれをそういうふうにしないというか、うん、やっぱ大事なものをこう受け継いでいくとか、うんうん、その価値観っていうものはやっぱり、守ると言っていいのかわからないですけど、それって私たちの選択でいくらでもどうにでもなるんですよね、確かに消費する、まあ、消費、うん、買うっていう行為は、うんうんうん、多分誰しもがやる行為で、その何を買うか何を選ぶかっていうことで、うん、どういう社会にしたいかっていうことを、うん、やっぱり、うんうん、だと思うんですよね、すごい、で自分一人の買い物が、うん、そんな大きな社会の変革につながって思わないかもしれないけど、はい、でもそんなことはなくて、うん、一人一人がそれを思って何を選択するとどういう社会になるのかっていうことをちょっとでも気にかけて選ぶようになるとかなり変わると思うんですよね、そっか、一
番暮らしに密着していて、まあ、組みやすい取り組みやすいことが消費かもしれないですね。そうだと思います。いわゆる、まあ、エシカル消費なんて言葉もありますけど、そうですね、まあ、どっちがこう自分にとって心地よいか、うん、気持ちが腑に落ちて、うんそうですね、これを購入するのかっていう、そこって確かにちょっとした考えの、うんね、自分の頭の中の変革だけでそうですねできますもんね、うん、ちょっと知ろうとするっていうだけで大きな、うん、その一歩になるというかだと思うんですよね。いいな。コーヒーもそうですね。そうコーヒーもそうですね。コーヒーもあのフェアトレードのお店とか行ってね、うん、買っていただいたりするとそうですね、毎日飲むんだから。そうそうそう、本当に一杯フェアトレードのコーヒー高いと思われるかもしれないけどはいはい、はい、でも一杯ねそんな高が知れてるっていうかだし、うんうん、でチョコレートとか、うん、チョコレートね、それもまあ結構フェアトレード商品としては有名な部分かと思いますけど、本当ねあのちょっとの違いで大きな変化を生むっていうのが消費、私たちの消費行動だと思うんですよね、うんうんうん、いや大事なことです、うん、この辺をですね実は11月17日地球に優しい SDGs トーク&コンサートでまた有坂さんに喋ってもらいます、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。これも入門編なんですよ。フェアトレードについて知ろう、はいはい、っていうことになってますんで、はい、あのぜひ教えていただければ幸いでございます。いやいや、はいはい、どんどんお店の名前も出していただいて構いません。あ、わかりました。ガンガン、はい、あの皆さんに知っていただいて。そうです ね、どこで買えるかって大事ですね。どこで買えるか大事なんですよ、うん、で札幌はそういう歴史があるね、うん、日本でも非常に素晴らしい街だったということですので、うん、フェアトレードタウンとして恥じない市民でありたいと、はい、そうですね思っております、はい、最後に皆さんにラジオを聴きの皆さんにぜひフェアトレードの PR をお願いします。はい、フェアトレードってまあカタカナでちょっと分かりにくいとかとっつきにくいと思われるかもしれないですけど、と毎日の自分がやってる行動が世界の大きな変化になる、うん、いい変化になるっていうことをなので、誰でもできるちょっとした大きな行動やっただと思って少し関心を持って、はい、あの知っていただければなというふうに思いますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。11月17日日曜日です。入場無料ですから、ここレンガの館ホールで行われる、地球に優しい SDGs トーク&コンサート、有坂美希さんのお話ぜひ聞きにいらしてください。今日のゲストはフェアトレードタウン札幌戦略会議事務局長の有坂美希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。